ストラインに通い始めたきっかけを教えてください。成績アップさせたかったからです。はい、じゃあ一緒に頑張ってこうね。はい、はい、うちの教室はアットホームな雰囲気がすごいところです。先生同士の仲も良くて、生徒同士も息抜きにおしゃべりをしながら勉強に集中できるのがうちの教室のすごいところです。やりがいを感じる瞬間は生徒が志望校に合格した時です。一緒に目標に向かって頑張ってきて、その目標が達成できた時には講師をやっていてよかったなと感じます。私が働き始めたきっかけは、教える力を身につけ成長するためです。私は教育学部なので、その教える力っていうのをプロの場で学びたいなと思って入らせていただきました。私が指導中に意識していることは、分からないを子どもたちが理解し、子どもたちに理解してもらうということです。自分が何か分からないのかっていうのを子どもたちがその自分自身で把握できるようになると、まあ、学力が向上するのかなと思って、私はこれを意識しております。はい、こんにちは。南松本駅前校教室長の山内です。南松本駅前校のここがすごいは、経験豊富な講師がたくさん揃っているところです。教室も明るくアットホームな雰囲気で質問のしやすい環境を作っています。特に高校受験に向けてどのように勉強したらいいのかななどお悩みの方いらっしゃいましたら、ぜひ一度見学にいらしてください。